皆さんようこそ五感消失した部屋からの脱出。うわあ、ようこそ皆さん。なるほど。そういうことか。脱出ゲーム。はい。脱出ゲームなんだ。脱出ゲームです今回は。五感消失ね、皆さん視覚、嗅覚、触覚、味覚、聴覚。はい。を皆さんそれぞれ一個ずつ、まあ五人いるので一人一つ感覚を失ってもらいます。なんだ。まあそんな状況の中で皆さん協力してまあ建物から脱出してください。なるほど、ね、全員です、ね、全員で全員今回担当決まってます。え、なんだろう、まあ、というか同じですね前回と。おお、まあ、なんで、はい、スバラの俺触覚、はい、動けないじゃん、はい、うわ俺目じゃん、はい、キリアンさん、キリアンさん、はい、うわ目だ、はい、視覚です。キリアンさん終わった。キリアンさんは視覚消失って書いてあるわ、はい、キリアンさんはモニターをオフにします。え、今もう、あ、いや今じゃない、まあスタートしたらね、まだ、あ、スマイルさん、はい、デスクトップです、壊すなよ、スタバルにするわ、はい、スマイルさんは、はい、聴覚ですね。いや、何も聞こえない、なんで、はい、あの周りのメンバーの音ももちろんマイクラの音も聞こえないです。まあね、聞いたいけどね、元からえ、はい、まあでもそうか、あんま変わんないです、あんま変わんないから、確かにそうそう、まあまあ、はい、ブルーク、え、ブルークは味覚ですね。味覚はまあざっくり口が使えないってことで喋れないですね。まあまあ、はい、ベロ使用禁止ね。ベロ使用禁止で、はい、シャークンさん触覚です。動けません。あ、マウスだっけ、うん、WASD がダメなんだ、ね、WASD とか、まあ、ジャンプとかそういった類の行動系が左手使えない感じが、左手が使えないみたいな。はい、じゃあ最後中村さんね。はい、中村さん嗅覚ですね。はい、中村さんは適当に鼻つまんどいてください。はい、わかりました。鼻つまんどきます。キャリーよくね。はい、鼻つまってます。お願いします、はい。マイクラのプレイヤー的にも嗅覚が使えます。お願いします。はい。匂いがかけないんですね。はい。まあ、失った感覚をそれぞれ補うことが大事です。え？うん。え？おお。なるほどね。っていうのを言っときます。今回やっていいことが、検索あり。はい。で、メモあり。はい。はい、写真撮るのあり。え？アイテムの譲渡あり。何でもありやな、結構。まあ、基本は何でもありで。この公演が終わった後に、ネタバレ、その SNS とかに上げていいかっていう。あの、感想、なんかまあ、面白かったみたいな感想だけでお願いします。はい、ハッシュタグ、ハッシュタグとか、ハッシュタグ、五感消失した部屋からの脱出でお願いします。それがネタバレじゃないですか。大事な情報を自分だけで共有しないと。ああ、ダメですね。だから、やっぱり。謎独り占めしていいですか、あ、そうですね。謎を解釈しても、あの、協力してくださらない場合はちょっとあのご退出いただく可能性があるので、ちゃんとしてるわ、ちゃんとしてる、はい、でやっちゃいけないのが、マイクラ内でチャットすることとか、まあ、あとディスコとか LINE とか使って意思疎通を取るのは禁止です。はい、触覚のシャーク、動けないシャーク、はい、動けないシャークをこうやって押して寄せるのはあり。これは、あ、okay、これはご了承ではないということだけちょっと言っておきます。どうなの？楽しみじゃね、みんな。どうそんな感じ楽しみ。まだいいんじゃない？そうね、楽しみではあるよ、別に全然。なんでお前も鼻つまんねえんだよ、お前。いやだ、二人も鼻つまむな。お前もつまんねえんじゃねえか。はい、じゃあ、それでは、はい、五感が消失した部屋からの脱出、スタートです。はい。わあ、だーい。なんだの、これ。ここなんかね、今俺の部屋にね、暗号があります。俺の部屋はね、ろうそくが18本あります。みんなの状況はいろんな色の、あー、もう何もわからない。ちょっとスマイルうるせえな。それぞれ多分今部屋に閉じ込められてる状態だよね。待って、そうだね、灰色、茶色、オレンジ。あ、キリアン、キリアン、お前俺の上にいるよ。そっちに嘘、あ、わー、だーったの、これ、どこ、ここ、え、そもそも喋るのが、ちゃんと会話できるのは、視覚がたどる文字を読め、中村と俺だけだ、ちゃんと会話できるの。まあ一応聞いて話すはできるよ、俺は。確かに。はい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 。なんか上になったね。今俺の部屋にね、暗号があります。俺の部屋はね、僕の部屋、僕の部屋も暗号がある。何何？どの向きだこれ？嘘。さて、俺の上に、待って待って、なんかお前ウサ耳つけてない？スマイルの声が全く入ったことない。上、うるせえな、スマイル。セチカノの看板持ってるらしい。一回聞いてやるか。じゃあ一旦ね、泳がしとか。それの肉をからっと唐揚げ。見えるけど。唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ。誰か、いないか。
みんなの状況は、あ、もう何もわからない。とりあえずボタン押すわ。待って、灰色、茶色、オレンジ、ピンクのボタンがある。なんか情報はないか、そっちに。いや、多分ね、ヒリアン無理だったよ、大した無理だ。いや、いや、ヤンはね、俺の指示で動かせる。多分これ迷路で出るんじゃないかな。あー、なるほど。ヤンは、じゃあヤンからやるか。ヤン、まず一歩前に出てください。はい、右に、右、もっと前、もっと前、ぐーっと進む。これぐらい？ OK、そのまま前進んでいいよ。はい、はい、もっと前。グーッといって、いっちゃっていいよ、そのまま。もっともっと。はいはいはい。これで、なんかペラって聞こえた。ペラ聞こえたね。今さ、誰かの上にさ、いない？キリアン。上にさ、ガラスない？鮭とか。俺上にガラスあるよ。でも上で、そこにキリアン来てない？来てない来てない。俺の部屋は、うん、カラフルなろうそくが18本、9本ずつ。18本。全身が。はいはいはい。自分の部屋に、中も自分だけやるんですよ、じゃあ。俺自分の部屋の暗号を解いたら多分出れそうだから、ちょっと待って。で、これは多分中部はこれ多分嗅覚で、スマイルがなんだっけ、聴覚だから、これがウでしょ。で、これがカでクだから、視覚でしょ。答えはこれですね。キュキキュキュキュで、これがキリアンが視覚だから、キュキューシーで、ここが聴覚、キューキューシチで、聴だからヨーだから、で、ヨーでヨーで、で、失った感覚の中にがあるので、ここにはないんだけどね。だからキューシチヨンかな、キューシチヨンで出れるはず。1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,9,7,4。よし、出れた。今出れた、今出れた、脱出しました。おお、え、脱出した。今自分の部屋からは出れた。おー、ちょっと中も後ろ、中も後ろ。おいおい、助けてくれ、助けてくれ。開けれない、開けれない、開けれない。それ開けれないです。無理か、無理なのか。5,1,3,2,4,6。時計がここにある。あ、あー、わかった。じゃあ、まず一回スマイルに仕事与えよう。キリアンは、ちょっと、はいはい。今どっち向いてる？ちょっと顔を回してもらってもいい？何か捨てようとしてる。あー、オッケー、ストップ。一回、じゃあ、D を押して、 D。 あ、もっと S を押して、で、はい、D、D。 OK、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  これでスマイルに伝えたい。じゃあね、どうにかしてスマイルにそのキリアンを誘導してっていうのを伝えたいんだけど、上見てほしい。上見たら俺見えてないのかな。上スマイル、上、そうそう、上、そう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 、もっと後ろ、もっと後ろ、後ろの上、そうそう、上見て、上見て、違うってこと？問題は鮭だよ。聞こえんの？問題は俺だな。右ずっと言ったらもう迷路脱出。右。はい、脱出。さよなら。おお、なんか俺脱出したらしいよ。見えもう。マジ？あ、オッケー、うん。そしたらじゃあ俺が預かるわ。なるほどね。キリアンはそのまま右に進んでください。はい、右。右じゃないな。前かな。W、W。多分俺の情報ブルークに共有したい方がいいな、これ。やっぱり。全部言うわ、一回。そういうことか。あー、OK。ちょっと待ってね。一回、キリアンだけそっちに送らせて。キリアン、右。俺の情報使ってね。で、まっすぐ。まっすぐ。で、右。右。まっすぐ。これで鮭の上に行ったはず、キリアン。あ、来た。おー、で、まあ一回、ブルークに情報を共有するかどうかだ。5、5、
え、これで。なんだ、おい、チャットすんな。チャットすんなよ。禁止、禁止性だぞ。あ、でもわかんない。ブルークの部屋に何があるかわかんない。だから、チャットすんなって。チャットすんなは聞こえてるはずだろ。ちょっと。ダメ。あ、こういうことね。こういう見方ね。で、四角がたどるだから、ラーク、さーひ、ラクサヒ、ラクサヒ、う、違うね。じゃあこっちだね。と、とう、とう、とうひさく、頭皮桜、頭皮桜。ちょ、右。はい、で、まっすぐ。ちょっと。はい、あ、ちょっと。はい、それそれそれ。左。折れそう？左。まっすぐ。これが終わったらちょっと鮭に。まっすぐ。終わった。ねえ、鮭ちょっとさ、はい、鮭の部屋の中って時計ある？はい、時計はなーい。ドアに対してこの俺が今消えたこのこっち側、はい、こ見てる俺が見てるこっち側とこっち側に 3×3 でロウソクあったりする。あ、そう、 3×3 のロウソク。あー、オッケー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 。じゃあ鮭か、ロウソク18本合計で。はいはいはい。鮭から見て、鮭から見て右側の、はい、真ん中の一番真ん中の段ね、教えてもらって。右の真ん中の段の真ん中。 あ、茶色1本。茶色、これちょっとメモろう。何を見てるんや、何を見てるんや。同じ気持ちだ。茶色一本、うん、茶色一本。あ、次が鮭から見て左の一番上の真ん中を教えて。オレンジ3本。オレンジで、右の、はい、右のブロック一番下の、はい、ドアから遠い方。多分これ多分だけど薄灰色一本、灰色かもしれない、わかんない。で次反対側のドア見て左の方の真ん中の段の窓から遠い。ピンク一本。ピンク一本、はい。スマイルが困惑し始めた。で次が反対側、反対ブロックの方の一番上のドアに近いところ。これなんだろう。これも薄灰色か灰色かわかんない一本。あー、オッケー、灰色一本ね。灰色一本。最後が、次また反対ブロックに行ってもらって、はい、左側、一番下のドアに近いとこ。オレンジ2本。オレンジ2本、OK。合ってそう。よし、これを伝える。どうやって？誰に伝えるの？スマイルに伝える。これでスマイルを多分出せる。じゃあ行くよ。どうしようかな。そうか、椅子で伝えればいいのか。茶色ね。なんですか？これ。はい、1。あ？何色それ？見えない色だって。それ灰色なの？違う。これは茶色。茶色。石じゃない。茶色。茶色してってこと？違う。ボタンを、はい、どれかのボタンを押してほしい。そう。なるほど。そう言ってもらえればね。はい、そう。ピンクでもない、オレンジでもない。どっちも違う。ピンクでもない、オレンジでもない。はい、違います。ってことは、茶色？茶色か？茶色。茶色押してほしい。すごい。茶色すよ。じゃあ茶色を首の動き見せれんの。そう。ちょっとね。分かってる。ちょっと。回数が大事だったけど、回数が。ちょっと一回戻ってきて。あ、はい、押す。押すんだけど、戻ってきてほしい。押しました。はい、押した。はい、次。じゃあ、オレンジを3回押してもらわないといけない。1。え、オレンジ押してほしい。2。3。違う。なんだ。いや、合ってる。オレンジ押す？オレンジ押すんだけど、3回なんだけど、3回をどうやって伝えようかな。なんだ1、2、3。ペンペンしてる、なんで数えて。痛いんだ、この隙間から。数えて。そうだろう。いくよ。じゃあ、ここね、これ。オレンジ押す。1、はい、2、3。じゃあ、見ろってオレンジ？オレンジ？じゃあ、これを、だもんね、1、2、だから見ろって、はい、もう一回押させよう。もう一回押して。はい、もう一回オレンジで、はい、これもう一回、
もう一回。3回だからもう一回。もう一回、はい、もう一回。もう一回。3回目だけど。そう、はいはい、そうそうそう。ちょっと伝わってない。次、次が灰色。はい、次はその上、上、上。上、上。上上じゃない。上じゃない。灰色。灰色なんだけど。灰色。あ、だから灰色とどう？あ、そう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 。え、灰色？そう、はい、そう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 。で、次が。落ちました。はい。じゃあ、ピンク。え、ピンク。ピンク落ちますよ。はい、はい、お願いします。で、はい、次が上、はい、上、薄灰色、薄灰色、薄灰色、あ、灰色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 、そう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 、そう、会話できてんじゃねえか、俺ら聞いてんじゃない、はい、こいつで、最後にオレンジを2本、だから、これ、これオレンジ、落ちます、うん、はいで、もう一回、もう一回オレンジもう一回、はい、複雑だな、これ開くんじゃない、よし、開いた、お、なんか、よし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 、オッケー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 、おー、ナイス、あ、てか、お前、ジュークボックスあるやん、オブブロックか、何もねえぞ、なんだこれ、オブブロックある、俺に入ってほしいんだよな、みんな、これ見ていいですか、これいいよ、俺はこれを解いたんだよ、で、あー、そういうことブルークが分かってくれるかな、これ上にキリアンが言ってること、いや、聞こえてるよ、いや、そう聞こえてる、いや、でも伝えてくんない、あ、そうかそうか、分かんない、ブルークさ、キリアンをさ出してあげてほしいんだ、今からいくつか質問してくね、じゃあイエスは1回ノーだったらいっぱいガチャガチャしてください、はい、あ、イエス、はい、で、なんか木材いっぱいありますか、そのなんかいろんな木のさ、階段ブロックみたいなのってあったりする、ない、オッケー、ない、なんもないんですか、なんかボタン、押せるボタンとかありますか、ある、ボタンがある、そのボタンには色がついていますか、おーい、はいはいはい、色はない、長さがあるで、長さ、あのチェストの開閉でその連絡を取り合ってんの、分かった、え、俺でももうこれやるできることないよね無視してるなんかでも普段のスマイルっぽいな、なんか別に関係ない、別にいつも通り、ちょっとちょっと、そう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 、ここに使うのか、最後別にいつも通りだけど、なんだこの馬小屋の匂いって、馬小屋の匂い、中もこれ気づいてないんじゃない、中もこれ、この部屋、この部屋、馬小屋の匂いするぞ、お、あ、そうなん、俺それ知らない、それは俺鼻詰まってるからわからんわ、それ、知らない知らない、鼻詰まってる、この部屋、馬小屋になるぞ、そういうのがあるんだ、なるほどね、そうか、ちゃんと中身が鼻効かないっていう情報も使えるってことね、これ、そう、だから俺の代わりにスマイルには見てもらわないといけない、わかった、俺の、まあ、だから何ですかって感じだけど、だから何ですかって感じだけど、俺大丈夫かな、切れてんじゃねえよ、この部屋は、あ、ん？何？ここは？部屋によって匂い違う。この部屋は無臭です。全然です。ここはないんだ。オッケー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 。分かった。ナイス。組取りがいいですね、彼。え、シャキどうやったら出れそう？でもこの鉄の扉しかないよね。ない。みんなこの鉄の扉を開けてきたんだよね。そう。でもこれは中の謎を、部屋の中の謎を解いてきてるから、ルールとして。シャキの中の部屋にある謎を解けばいけるのかもしれない。左奥の柱の裏とかなんかありそうじゃない？ないかな。柱だな、ね、矢印なんだけど。矢印が入ったんだけど。矢印なんてさ、俺らのとこ書いてなかったよ。矢印、右矢印、うん、鉄ブロック5個って感じ。右矢印、鉄ブロック5個、はいはいはい。鉄ブロック5個に右矢印が刺されてる。ああ、なるほどね。その柱の裏のさ、その迷路の部分ってさ、見えないでしょ、だって、柱の奥。見えないね。あそこになんかあったりしないかな。ああ、確かにそこならあんちゃんなんか。じゃあ一回そこに行かせよう。ちょっと一回キリアン動かしてみようぜ。私ですか。キリアン、右にバーって動いてもらっていい、はい、はいはいはい。で、次、右、右。なんだ右、そう、キリアンがうさ耳つけてんだよ。キリアン、こ後ろ向いて。後ろを向く。そう、ほら。うさ耳つけてるあいつ。ほら気づいた。気づいた。じゃキリアン、可愛いだけじゃん。ま、多分どっかでうさぎを どうこうとかが出てくるんじゃない、わかんないけど。うん。大反対がついてる。オーブブロック何に使うんだろうね、これね。戻る？うん、じゃあ、左行きます。左行きます、右にます、右にます、分かんないか、後ろ行きます、後ろ行きます、何何何何何、ま、前行きます、前行きます、あ、右にます、あ、左4マス、ちょっと待って、ちょっと左4マス、いいかいいかいいか、前に前に前に左に、左これはこっちは、こっちは、これ前4、前4、あ、何、もう
じゃないか、あれまだ。そう。左4、左1、左1。左1。いや、しこいったな、キリアン。反応ないな。牛か？ブルークなんか今ボタン押してる？ワンチャンも、ちょっと一回ブルークさ、ボタン押すのやめてみて。ちょっと待ってね。ブルークの部屋で反応してる可能性がある。ブルークボタン押してみて。もう一回、もう一回押してみて。なるほど、オッケー。そういうことか。スマイル聞こえてないのか、じゃあ。スマイルはだから音が聞こえてないんだね。ブルークがずっとボタンを押してるんだけど、ブルークがボタンを押すね。耳が聞こえないスマイルの部屋にある、音符ブロックから、動物の鳴き声が出るのよ。あ、なるほどね。そう。ブルークさん、ボタンの種類ちょっと変えてみて鳴らしてもらうことできる。今鳴ったのは、うっていう。今鳴ったのは、俺も聞こえた。うーって音。何の動物かが分かんないな。牛っぽいけどね、体感。マウーってやつ。牛か。牛ってことが分かった。なるほど。キリアンがウサギ、俺が馬小屋、スマイルが牛なんだ。あ、そういうこと？ブルークさ、この情報でなんかいけそうかな。このコンプロック鳴らせるとか。いけないかな。そうブルークさ、この情報でなんかいけそうかな。遠隔でこのオンプロック鳴らせるとか。でもまだ俺の情報が分かったよね。そう。あ、はい。スマイルが気づいた、自分で自力で気づいた、音聞こえないのにあいつ。なんか言ってた今。鮭の部屋がなんか動物に対応してると割と戦いやすいかもしれん。キリアンがウサギなのは分かってて、でスマイルが多分牛の部屋なんだよ。はいはいはい。ブルーク、ボタンさ、ボタンをじゃあさっきのじゃあボタンを押してちょっと意思疎通を図りたいんだけど、ボタンを押してもらってこのスピーカーから。ボタンの種類の数だけ押してもらっていいですか？2個ですか？モールス信号やってんのかもしかして。これモールス信号だ。確かに。だからモウって音とモウって音で2つあるんよ。今ブルークがイエスノー言ってたやつはモウって音なの。だからモールス信号でやり取りをしよう。ああそれが正式なものです。正式なやり取りか、うん、これが正式なやり取りだ。モウとモウでイエスノーどっちかに言われてればいいんだね。まあそうだね。だしあと多分初見台の内容を多分書き起こせる、俺に起こせる。ああ確かに。調べていい、調べていい。おいだから検索ありとか言ってたのか。検索ありなのは多分モールス信号やるためだこれ。あーモールス信号のツートンを。そう。モーモー右の本だな。モール信号ね。このマークなんだ。頭皮。まあ頭皮と桜。階段されてる。鮭をどうやって出すかなんだよ。みんなブルークのこれ解読間違いだ。自分の部屋から出てきたんだよね。視覚がたどる文字を読め。だから頭皮桜をとりあえず。さすがに動けないから何かしらの情報が必要なんだとは思う。頭皮桜だよね。あ、いけそう？いけそうね。オッケー、じゃあ今打ってんの短いやつね。今もう打ってきたから。でもう一個の方押してみて。一応練習で。俺はいつこれ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これでもうともうがあるから。それで、トンツートンお願いします。はい、始めてください、お願いします。1文字目な、もう長いのか。もうともうがある。オッケーオッケー。そう。まあ、2で言ってもらった方が早いか。じゃあ、もう、じゃあ、2で変換する。じゃあ、2文字目お願い、ブルーク。じゃあ、こう。はい。2、2トーン。終わり。2トーン終わり。か？た。答え、A かな？答えはないね、みたいな。はい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 。じゃあ、次。いいよ。2トン2 A じゃない A か2トン2ね A です。 OK 答え A ですね。この後って答えはになってる、ブルーク。じゃあその先からでいいよ。トン答えはトン2トントントン2トントンで合ってる、ブルーク。おい、合ってるっぽい。と、はい。とか。じゃあ次お願いします。
と含めて何文字かだけ、もうだけで教えてもらっていい？いい。三、四、何だろう。五。ずっとそうに伝ってんだ。六。これ。六文字。動いちゃダメ。あ、OK、OK、あと五回決まった。二文字目お願いします。スマイルうるせえよ。トントンツー、トントンツーで合ってるブルーク。オッケー、トントンツー。なんだ、これモールス解読中っすか。え、うん。あ、ううじゃない、うだね。ううね。とうで合ってるかな。はい、合ってるっぽい。じゃあ三文字目。答えはとう。もうとつう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 とんとんつうつうつうとんとんつうひ頭皮頭皮順番か。答えは頭皮。はいはい、答えは頭皮の先だね。頭皮の続き、うん、あ、ありがとう。もうつうつうとんつうとんつうとんつうつうとんつうとんつうさ、さ、うん、さ、合ってる？ブルーク、オッケー、じゃあ、はい、5文字目、トン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 ツー、あ、ミス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 、うか、頭皮さう？どういうこと？違う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 、合ってる？う違う？うじゃないっぽい、もう一回、もう一回、じゃあクーだからトントントンツーだ。トントントンツー、なんかさっきからトントントンツー動いてないけど大丈夫。サクじゃない、サクラ、俺が立ったらなんか終わるとかある、なんかやばいことね。オッケー、頭皮サクラとかじゃない。頭皮サク、頭皮サク、最後ら、オッケー、頭皮サクラ、頭皮サクラってことは俺とスマイルが頭皮とサクラに座ればいいね。いつまで座ってればいいんですか。いや、座ってて、今ちょうどお前は桜に座っている。おー、ちょうど今、おー、頭皮これか。よし、開いた、何か開いた、ブルケの、よし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 、おー、オッケーオッケー、お疲れお疲れ。なるほどね、あ、これがモールスだったんだ、なるほどね、なるほどね。あー、そういうこと、気づいてる、読んでたんだ、本。あー、ブルケの部屋行ったんだよ。何これカラー系資格が、これを解いたのかな。あー、ブルークはこれを一人で解いてたんだ。おー、なんだ俺や。じゃあ、謎解きシルブが。あー、ん？これを指示受けれる。そうだね、キリアンを動かせるから、ちょっと鮭キリアンを送ってほしい。はいはい、四角に関この部屋の情報が使える。はいはいはい、はい、あー、こっち、はい、あー、はいはいはい、暗号、これね、まっすぐ上から9段目、はい、左からここまで伝わってて、3つ目かな、左から9番目、あ、上から9番目、左から3つ目の方だって。これじゃね？5段、5段上の本を読め。5段上の本を読め。左行きます。1、2、3、4、5、後ろ、後ろ、これだ。これだ。で、ここ、なんて、なんて、止まってんのか、わかんない、ここに言うと。10冊右隣です。どうなってんだ、これ。こう下がれてんのか、もしかして。近来た方がいいんじゃ。できない。3段下。後ろまっすぐやっちゃうよこれ。はい、2冊1に取ってくる。グーグルしてるね。右2番、もうわけわかんない、これ大丈夫か、まあ、後ろ1番、あ、前2番、右1番、あ、見て、どっちのボタン同時押せ、前1、スマイルの部屋にあるやつだね。あれを4人で収めようでもキリアンが必要。あ、待って、右後ろ後ろ、はい、送りました。ちょっと90度右向ける。90度右向く。オッケー、前。それさ、もう前ここから、ここから出すんじゃないキリアン。分かってるよ、出すんだよ、出すんだよ。誘導すれば。前。ブルークの部屋行って誘導すればいいじゃん。はい、前来ていいよ、前来ていいよ。前。ブルークされないから。ずっと前進んでいいよ、ずっと前進んでいいよ。本当？うん。あ、進む。はい、で、左にずっと進んでほしいか。左。はい。オッケー、まっすぐ。来た。まっすぐ。はい。で、左。で、後ろ。後ろに。後ろ。あれすると、落ちる。後ろ。オッケー。おい、来た、そうだ、音がした。なんで言ったんですけど、大丈夫こいつ。じゃあ、落ちたの、俺。落ちた。で、ボタンを押したいから、キリアンちょっと、左向いて。左。スマイルに指示させるか、じゃあ。
左。はいはいはい。左。その方向にずっと行って。はいはいはい。はいはいはい。はい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 。で、もっともっと真っ直ぐ行っていいよ。もっと。はいはいはい。オッケー。じゃあ。ちょっとじゃあ頼んだもん。まあじゃあ、キリアン桜のボタン押してほしいから、ちょっと前。桜押させよう、桜。そう。前。ストップ。そこ右クリックしてみて。はい、してる。もうちょっと、もうちょっとオレンジをします。D 押して、D。で、押してみて。押してる。ちょっとだけこう、マウスゆっくり動かしながら、いろいろ右クリックしてみて。上。あ、押せてる。あ、今押せたね。そこで止めといてね。いくよ。こっち。はい。もう一回。はいか。一回待って。開いてんじゃないこれ。開いてないでしょ。開いてない。え、なんで？開いてないよ。ちょっとキリアンそのままね。もう一回行こう。はい。じゃあスマイル。の。せーの。ポチ。はい。よし開いた。開いたぞ。開いたんじゃない？これ。開いた。俺の部屋開いた。開いてる。よし。俺がゴキリアンになりました。合流これ。キリアンを連れて帰らないといけない。キリアン。行きます。行きますよ。はい。ヤンは右向いて。一旦合流可能だ。前。はい、そのまま。WD。WD。あ、いいね。そのまま W。W。ちょっと D、ちょっと D 入れながら W。ちょっと D 入れながら W。はい。前。W。すみません。はいはいはい。いける。よしよしよし。おー、それだ。あ、鮭の部屋、出口あるんだ。はい、ということで全員揃いました。おあ、羊がいる。終盤ですこれ。見つけたマイクラにいる動物を、白黒の順番で並べろだって。はいはい。はい。何を言っている。自分の部屋のね、ここにあるよ。うさぎ馬。はい。でクロスワードを解いたよと。足音なくなった。ちょっと待って。なんだっけ、見つけた動物でしょ、見つけたマイクラにいる動物をでしょ、でいたのはまずキリアンがウサ耳をつけてるからウサギ。ウサギです。俺は馬小屋のあれが聞こえるんだよね。馬っぽくて、牛がブルークのモールス信号から聞こえてきたんだよ。わかりません。牛ね。で鮭の部屋に羊がいる。あ、いるんです。ここの角に。いや、わかんない。見せてあげる。あとでもスマイルの部屋があるんじゃないの。スマイルの部屋は牛の音が聞こえたけど、今まで見つけた動物は、そうで、ブルークの部屋は、ブルークの部屋はさ、それで言うと何がいた？牛じゃなくて何かいた？あ、いない？わかんない。唐揚げ作詞。これはもともとどうなってたのかちょっと教えてもらってもいい？え、これ？いや、まあここがエトなのはわかる。これが白黒を表してるんだよね、多分。それはわかる。並べろってどういうこと？でもだって俺らが見つけたのは他に馬とか、そういうのなんだけど、それはどうやったらいいと思う？えとはわかるよ。えと？ねえ。あ、えとの順番で並べろってことね。そういうことか。はいはいはい。ごめん。だからそれで言うと、牛が最初に来るわけだ。ここに牛って入れればいいでしょ？ねえ、牛、馬、羊だ。これでしょ？これ牛でしょ？牛。牛なんて言ったっけ？待って、5匹いなくね？ウサギが、あ、ねえ。唐揚げが鳥とか言う？そんな。あ、鶏唯一ここにいるな。鶏か。鶏だ、ブルー君。トライルこれ牛、ウーはなんだっけ、トライルらしい。トライないよ。マイクラにいる動物っていう表現だからトラはいないね。入れて。マイクラにいる動物か。入れて。トラはいねえわ。トラはいない。あ、そう。俺が？あ、てかキリアンさ、その手にも Q ボタン押して。なんか持ってんのか、俺。OK。いや、あのね、みんな一枚ずつ看板持ってんの。これ、ニワトリだね。マイクラの動物名だとニワトリになる。じゃあニワトリか。うん。まあ、なんならカタカナにした方がいいまである。牛、ウサギか。ウサギ、馬。ウサギ、馬、羊。羊。これ牛、ウサギ、馬、ニワトリ、ニワトリ。あと一枚誰だ。羊。はい、羊ね。オッケー。カタカナでお願いします。さあ、ここでカタカナにできるか。ほら。オーケー。おお、出るんじゃないこれ。よし、いや、そのまま直進だ。おらー。お、出る。鮭を出してあげないといけない。待ってください。やばい、積む、本当に。俺角行ったら積むから。あの、殴られればいいか。殴れない。あ、やんでてる。
それもっとまっすぐ、ひろや、いけいけいけ、もっとまっすぐ、ひろや、もっとまっすぐ、途中なんで、あ、なんかあるぞ、まだまだある、最後の鍵はすでに手に入れている、まだ、何、まだあんの、最後の鍵はすでに手に入れているだそうです。え、ひろや、もっとまっすぐ、もっとまっすぐ、まだ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 まっすぐ、まだまだまっすぐ、ね、あー、キリアが持ってる可能性があるね、めっちゃ長くない、はい、じゃあそこでちょっとアイテムをさ、1から順番に見せてほしいんだよね、はい、ホイールをぐるぐるしてください、1、2、さあ、ホイールでいいか、あ、なんか持った、なんか持った、今なんか持ったぞ、持ってる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 、どこだ、鍵持ってる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 、ちょっと行こう、3、3、3、3、3、4、4、5、5、これだ、オッケー、前進め、はい、前進め、はい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 、右クリックだ、行けろ、下、下向いて右クリック、下、下向いて右クリックしろ、もうちょっと右、オッケー、開いた開いた開いた、走れ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 、クリアー、出る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 、走る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 、俺走る、はい、成功、出して行こう、行き過ぎだな、スマイル、見ていいですか、あ、クリア、いいって、五感、五感解放していい、どうぞ、クリア、よっしゃー、はい、行き過ぎ、行き過ぎな